ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。ラブ神戸テレビ熟女レポーター英子です。本日私とっても素敵なお店を見つけましたので突撃してみたいと思います。それでは行ってみます。はい、こんにちは。はい、ここはね、何のお店だと思いますか？とってもね、おしゃれなんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。はい、突然すいません、はい、ではお名前を教えていただけますか？はい、クラウドの店長の萩原です。はい、萩原さん、よろしくお願いします。はい、どうぞお名前を教えていただけますか？よろしくお願いいたします。はい、では萩原さん、こちらはね、はい、どんなお店になるんでしょうか？去年の5月にオープンした本場さぬきの、さぬきうどんのお店です。でサラリーマンの活路源になるようなうどんを、ランチを中心にやっています。そうなんですね、はい、ね、表から見たらね、うどん屋さんとは思えないようなね、おしゃれな作りなんですけれども、はい、はい、これは何かこだわりがあったんですか？まあ、うどん屋じゃないような雰囲気、ちょっとギャップを持った店作りをしようと思ったので、ステンドグラスとこのタイル、はい、ではちょっとね、はい、ここにね、タイルがね、はい、見てくださいね、女の子一人でもね、とっても入りやすいですよね。はい、ありがとうございます、はい、ではこちらのお店の人気メニューを教えていただきたいんですけれども、はい、そしたらうちのスタッフに紹介をしていただきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ではこの肉汁うどんが、当店の一番人気のうどんです。はい、つけ麺なんです。つけ麺なんですね。はい、はい、このような形になっておりますけれども、はい、これ麺はさぬきの麺なんですか？そうです。はい、ではちょっとね、お箸を出しましてね、はいはい、ちょっとね、こちらどんなのが入ってるかね、見てみたいと思うんですけれども、はい、はい、親切ですよ。はい、お箸割っていただきました。ありがとうございます。これは何が入ってるんでしょうか？豚肉と、はい、私あとネギ、ごまで、ブラックペッパー。あ、ブラックペッパーですね。はい、ちょっと私一口だけ、あ、どうぞ、あのいただいてみたいと思います。はい、私ね、つけ麺よりね、普通のうどんの方が好きやったんですけど、こちらのおうどんはどんな特徴があるんでしょうか？どんなベースのつけ汁なんですか？ワインで甘く。え、そうなんですか。ワインですって。はい。はい、ではいただきたいと思います。ちょっとチェンジさせていただきますね。ではいただきたいと思います。甘みがあってすごい美味しいですね。ありがとうございます。はい。なかなか濃厚なね、つけ汁なんですけれども、はい、とってもこれ麺に絡んで美味しいですね。はい、1日何食ぐらい作られるんですか？大体これ20食限定でやってます。あ、20食限定なんですね。はい、あ、よかった、今日食べれてよかったです。ありがとうございます。はい、では萩原さん、こちらのお店の PR をご覧になっている皆さんにお願いできますか？はい、そしたら PR お願いします。はい、じゃあお願いします。あ、ぜひ食べに来てください。一度食べに来てください。はい、もうこの笑顔が素敵なスタッフさんもね、お待ちしてますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこちらのお店の場所だけちょっと店長さんご説明いただけますか？元町商店街を、何丁目になるんですかね、この上はね、3丁目ですかね。 JRA の B 館の前になる。はい、元町商店街を西に行っていただいて、こちらの浜屋さんのところね、はい、浜屋さんを南側に下っていただいて、ね、ローソンが見えました、数名の前にございます。はい、皆さんぜひ食べに来てください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。失礼します、はい。